変装で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。立ったまま居眠りを始めてしまったセロおじいちゃん。途中のおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。おっと倒れちゃう。そんなタイプ。ちょっと飲み物ない。お茶飲み物って、ここは電車の中だよセロおじいちゃん。ああよっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。でどうするつもり。次は町屋2丁目で。なんと本物のお茶が。ありがとうございます。なくなるけど。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごっくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと。蹴落ったのかな。小手調べ。おっと危ないおじいちゃん。巣にも蒸して倒れてます。これいいな。このおじさん本気で驚いちゃったみたい。セロおじいちゃんのいたずら大成功。すいません。